星界の紋章、星界の紋章、正界の紋章は森岡博之によって執筆された SF スペースオペラライトノベル及びそれを原作としたアニメ作品。続編として星界の戦記が観光中である。人類が太陽から0.3光年離れたところに発見したユアノンなる、素粒子を利用した構成間宇宙船を開発し惑星改造により 太陽系外に居住惑星を拡大し始めて何世紀も経った頃。ハイド星系、惑星、マーティンの政府主席の息子ジントリンが幼少の頃、彼の故郷はアーブによる人類帝国なる聖冠帝国の大艦隊によって侵略を受けた。彼の父ロックリンは幸福と引き換えに両主の称号を得、そのためジント自身も帝国貴族の一員となる。 それから七年後、ハイド伯爵公使となったジントは皇帝の孫娘ラフィールと運命的な出会いをする。その時からジントは帝国貴族として生きていくことを決意する。アーブと呼ばれる遺伝子改造によって生まれた架空の種族は宇宙の人類世界の半分弱2兆人のうち九千億人を支配している。アーブは口日のごとく、 日本文化を継承する種族であり、訂正を取る。他の半分は現在の国家に近く民主生態をとっている。これら民主国家がアーブによる人類帝国の慎重に恐れをなし、侵略戦争を仕掛けるというのが物語の背景となっている。アーブはホモサピエンスと異なる遺伝的特徴、美貌、不老や空襲規格を持つにとどまらず、宇宙空間を旅する船舶。 あるいは宇宙に浮かぶ都市や施設など宇宙空間で暮らすことを常とすることでも人類一般と異なる。このアーブという種族の設定のみならず超高速航行を可能にするために別の宇宙である平面宇宙を移動する平面宇宙航法と呼ばれる構成艦航行やアーブ語と呼ばれるアーブ独特の言語体系などの設定も星海シリーズの大きな特徴となっている。 日本神話を世界設定の背景にしていることも特徴的で、例えば八系流、ガフトの王種は、八股大蛇、ヤマタノオロチ、金色ガラス、ガサルスは、ヤタガラス、皇族、アブリアルは、アマテラス、テート、ラクファカールは、高間ヶ原であり、また、帝国、フリューバルは、星々の集合ということで、五島、ミスマル五系変化とされる。ロックリンの降伏 女尺に伴い、ジントは、ロックの秘書にして、育ての親であったティルコリントと離れ離れになり、ボーラー主白国デルクトゥーに送られた。七年後、アーブ言語文化学院を卒業した、ジントは、帝都、ラクファカールにある保守海軍の主計をオムギ官、ケンルーサゾイルに入学するため、巡察官ゴースロスに乗り込む。彼を迎えに来た少子、オサムギセ生ラフィールは、皇帝の孫娘であった。 いろいろあった末に友情を結んだ二人は、突如四カ国連合の一つである人類統合体の艦隊の攻撃を受けて脱出。その後ゴースロスは撃沈される。二人を乗せた連絡艇は燃料補給のためフェブダーシュ断尺寮へ到着するが、断尺により二人は引き離され、ジンとは監禁されてしまう。ンとが監禁されていることを知ったラフィールは、断尺の家臣セールナイラと、 人とは共に監禁されていた全男爵、スルーフと協力して脱出して合流する。追撃してきた男爵を倒した二人は、目的地のスファグノオフ広告へ向かうが、惑星、クラスビュールに不時期した時には、成型は人類統合体の占領下にあった。地上人に変装した二人を待ち受けていたのは、マルカ率いる帝国からの独立を夢見る、反帝国。 クラスビュール戦線の面々であった。一方、四カ国連合の大使から抗議された皇帝、ラマージュは連合に対して戦線復刻した。二人の着陸跡を発見した人類統合隊軍は二人と戦線との関連を突き止め、追跡を開始する。ルーヌビーガ市警察のエントリア警部は統合隊のカイト憲兵隊員と共に二人を追う。一方、 スファグノオフ奪還のために、帝国は大艦隊を派遣する。スファグノオフ物沖海戦が始まった。あちこちで追跡劇を繰り広げた二人を脱出させるために、戦線のメンバーは、奇想天外が脱出法を提案する。二人は、無事に救出され、帝都、ラクファカールに到着する。そして三年後、主刑・オサムギ館を卒業した、ジントは、ラフィールと再会する。 星会シリーズの超高速広報は、通常宇宙空間から門を通じて平面宇宙という別の宇宙空間を経由して、再び門をくぐって通常宇宙空間へと戻るという方式である。他のスペースオペラと異なる特徴は、別の宇宙空間である平面宇宙の設定と描写が詳細であり、平面宇宙の通過にもそれなりに時間を要すること。 さらにはそこでの宇宙戦闘艦同士の戦闘があり、戦略があることである。構成艦の移動はすべて平面宇宙を経由することから、宇宙地図、星艦国家の整理をくずは平面宇宙上の地図で表される。この世界には、かつては構成系ごとに独立した数百を超える国家が存在したようであるが、長年の間に侵略と併合が進み、現在はアーブによる 人類帝国、フリューバル・クレール・ゴルバーリ、通称、帝国、フリューバルを含めて5カ国しか存在しない。帝国は、人類宇宙の約半分を支配し、その交易により莫大な富を得、超大規模の星海軍、ラブールを維持している。というよりも、星海軍が、帝国の政治、行政の多くを動かしており、事実上帝国の基盤となっている。形式上は、 皇帝、スピュネージュが帝国全体を統治しているが、その支配は緩やかなものであり、地上世界、ナヘーヌ、友人惑星では、現地人からなる、領民政府、セメエソスが各惑星の統治を行い、帝国に対しては、領民政府の代表である、領民代表、セーフソスが帝国貴族である領主、ファピュートと各種の交渉を行う、領民政府の統治権は、 大気圏外には及ばない。したがって、複数の友人惑星を持つ政権には、同数の領民政府がある。このように、帝国は、地上世界や領民、ソスに対して、直接関与せず、地上世界で起きていることに通常は全く関心を払わない。領民は、帝国臣民としての自覚や忠誠を期待されては、おらず、帝国の支配に反対することすら禁止されていない。 人類宇宙の残りの半分は、一部は、遺伝子操作種族もいるものの、普通の人類からなる、人類統合体、ハニア連邦、拡大アルコント共和国、人民主権政権連合体が、離合集散しながら統治している。彼らは一般に、アーブの訂正に憲悪感を持っており、民主主義国家を標榜している。四カ国連合、ノバシチリア条約機構という軍事同盟を結んで、 アーブにいる人類帝国と敵対しているが、各国の帝国に対する態度にはかなり温度差がある。戦いは帝国以外では最も強大にして、敵外心の強い人類統合体の大規模な先制攻撃から始まった。帝国はこれに対し断固たる報復で応援とする。帝国貴族である諸侯の領地である友人政形、すなわち報告。 アイス内部の友人惑星を統治する領民政府にはいくつかの義務がある。帝国星海軍、ルイ・ラブールとは、アーブによる人類帝国の保有する軍隊の名前である。星海軍、ラブールとも呼ばれる。以後は星海軍と呼称する。星海軍はアーブ帝国の領域の維持及び拡大、悪く言えば侵略を主任務としている。また、 時期皇帝の選出や貴族の爵位継承などに関する社会制度との関わりも極めて深く、保守海軍なくしてアーブ帝国は成り立たないと言っても過言ではない。アニメ版における敬礼は現代の軍隊においても一般的な挙手の敬礼であるが手は人差し指と中指を揃えて伸ばし他の指を握って手のひらを下方に向ける。現実世界でも ポーランドでは手のひらを前方に向ける以外はよく似た手の形の敬礼を行う。詳細は西の敬礼を参照。帝国成立機のアーブは小型の高機動戦闘ユニットを主戦力としており、当時の職名が階級名として人と立ちの時代になっても使われている。ただし、戦象徴以上は組織の拡大に伴って創設されたもの。 原則として従軍したアーブはすべて少子となり、重子には国民がなる。少子に昇進した国民は、士族として扱われる。なお、士族の説明にある通り、著しい功績などにより特に高い階級に、昇進した合わせ、国民出身であっても一代限りの貴族爵位や、さらに領地を賜って、世襲の貴族、正式の貴族にまで昇格することもある。 帝国では平面宇宙航行機能を持つ宇宙船はすべて空襲規格に基づく制御後手、偶兵区を介した操縦を前提としているため、相関、法術などを担当する飛翔家、少子、ロダイルガレールなれるのは生物学的なアーブだけである。また、1000回以上の艦隊司令官もすべて飛翔家少子から選抜される。かつては地上軍が存在したが、 帝国総権からほどなく帝国史上最大の内乱、ジムルアの乱を起こしたために解体され、空挺家として保守会軍に組み込まれた。その他の陛下には、軍艦家、作戦参謀、主計家、補給、医療などの広報参謀、軍匠家、軍医家、技術家、経営家、法務家、看護家などがある。上記の通り総人、少子の階級は役職と乖離しているため、 星界の紋章の時代においては、階級とは別に、各間の環境要因について、以下の職名が存在する。星界、シリーズ最大の特徴が、この平面宇宙である。平面宇宙とは、文字通り二次元の宇宙であり、通常宇宙、ダーズ、三次元上にあるものが、平面宇宙に入る際は、通常宇宙を切り取った、時空砲、フラサスを、 時空砲発生装置によって形成して三次元を維持しなければならない。また、物理法則も通常宇宙とは異なる。時空砲の移動速度は内部質量と反比例するなどである。このため、複数の艦艇が時空融合した時空砲で防御しつつ攻撃に際しては単管時空砲に時空分離して急速接近する戦術が用いられる。 電磁投射法の砲弾も強襲口も時空砲外では存在できないため平面宇宙戦闘は敵味方の時空砲が重なった場合に起こる時空融合ゴールプタロスによって発生するそこでは三次元的な戦闘が行われるただし時空砲発生機関を独自に持つ機雷を使用すれば時空融合していない遠距離の敵艦を破壊することもできる 艦隊同士の平面宇宙戦闘は、通常まず多数の機雷を搭載した、戦列艦同士での打ち合いに始まる。しかし、機雷は、質量が大きく、数が限られる上、防御機雷戦、機雷によって、機雷を撃破するや護衛による迎撃もある、程度可能であるため、機雷のみで、敵艦隊を全滅させることはかなり難しいようである。機雷戦の後、 一方がダメージを受けるか嫌いを打ち尽くすなどして満足に来撃が行えない状態に陥ると巡察艦もしくは突撃艦が敵時空砲と時空融合して戦闘をすることになる。戦列艦中心の部隊が巡察艦部隊による突撃を受けると戦闘は一方的な展開となりやすく、これを蹂躙戦と呼ぶ。 上記の戦闘形式は大艦隊同士の戦闘形態であり、小規模な局地戦ではこの限りではない。例えば大質量の機雷を多数搭載する戦列艦には機動力が低いという弱点があり、強行偵察と機襲を主な任務とする機動力重視の偵察分艦隊に含むことはできない。偵察分艦隊は戦列艦より機動力の高い巡察艦のみで編成され、 敵定殺軍艦隊の迎撃には主に突撃艦がその任に当たることとなる。平面宇宙での巡察艦と突撃艦の戦闘は、まず巡察艦が嫌いを発射して、突撃艦の数を減らし、その上で生き残った突撃艦と巡察艦が時空融合して戦う形となる。突撃艦は火力が弱く嫌い攻撃にも弱いため、巡察艦を相手にする場合は、数で圧倒しなければ、 勝利は難しい。もっとも突撃艦にとっては敵の巡殺艦と時空融合する、いわば懐に飛び込むまで難しいものの、一旦時空融合して時空砲内部での戦闘に持ち込むことができれば機動力で巡察艦を翻弄しつつダメージを与えることが可能となるため十分に正気がある。作中で人類統合体の駆逐宇宙艦、アーブ帝国の突撃艦にあたる 監守10隻がアーブの巡査官1隻、官兵、ゴースロスに侵傷した戦いを例に挙げると、時空砲内部での戦闘に持ち込むまでに6隻が失われたが、生き残った4隻が巡査官を撃沈した時空砲内部での戦闘で、さらに3隻が失われた。平面宇宙戦闘で一番問題となるのは、時空砲の中身は質量でしか判断できないことである。 泡艦通信ができない場合、時空砲の質量や配置から経験と艦と運に頼って敵か味方か、また監視は何かを判断するしかない。何が出てくるかは、実際に時空融合してみないとわからないこと、そして時空砲内の質量にも限界があることで、少なくとも襲撃艦6隻程度の質量が限界のようである、厳密にどの程度かは不明。 もっとも、限界質量に関しては、千機スリーにて明らかにされたため、それ以前の映像作品、特に、千機、愛との間に矛盾が発生している。なお、限界質量を超えると時空法は分裂してしまうが、無規則に分裂するため、どのような時空法ができるか予測できず危険ある。そもそも、人類が銀河文明を築き得たのは、 平面宇宙の発見と通常宇宙と平面宇宙をつなぐ門、総度利用技術の確立によるものである。通常宇宙と平面宇宙との位置関係は1対1ではない。平面宇宙は通常宇宙の投影ではなく別個の宇宙である。両空間における位置関係は全くのランダムである。ただ、第二形態イアノン、または開いた門、単に 門ともと呼ばれる得意空間においては平面宇宙と通常宇宙は1対1に対応している。ある門から平面宇宙に入って別の門から通常宇宙に出ると高速以上の速さで移動したと同様の結果となる場合があり、このような門と平面宇宙を介した超高速移動のおかげで人類は通常宇宙の物理法則から解放され、 銀河文明を作り得たのである。そもそもユアノンは常に一定のエネルギーを放出し続ける特殊な素粒子として発見され、人類はこの素粒子が放出するエネルギーを利用するアコウソク宇宙船を建造していた人との故郷もそうしたユアノン推進宇宙船によって植民された星の一つである。この第一形態ユアノンはすなわち閉じたもんであり、 放出するエネルギーは平面宇宙から流入してくるものであった。戦闘においても当然門は重要な拠点であり制圧対象である。例えば機雷を大量に門に放てば防御機雷戦ができない艦隊はなすすべがない。これは通常宇宙から平面宇宙に機雷を打つ場合、時空融合もその逆の場合時空分離もまである。 通常宇宙の銀河系で中心部ほど星が濃密であるように平面宇宙の天河門群ソードラシュエルークファルにも中心円と呼ばれる門が密集した領域が存在するこの領域は時空粒子流が激しくアーブといえども航行できないまた時空粒子流は中心円から外側へ向かって流れるため流れに逆らって進むときは その反対方向へ向かうのに比べて遅くなる。中心円から離れると、玉城、スペーシュという門がある、程度密集した同心円状の領域が飛び飛びに存在する。アーブによる人類帝国を構成する8王国のうち7つと4カ国連合諸国は、お、オム第1巻から第7巻までの中央領域、ソウル万楽に存在し、イリーシュ王国のみが第12巻にある。 第8巻から第11巻までにも友人生形に通じる門が少数ながら散在する。人とのハイド整形が長らく帝国に発見されなかったのはハイド門が第12巻の中でもイリーシュ門のほぼ反対側という辺境に存在するため探査自体がほとんど行われなかったことによる。第12巻から外側は門がほとんどないが一部に門密度の 高くなっている領域があると観測されていたため、はるか遠くに別の銀河系に由来する門群があると推定されているが、まだそこまで到達したものはいない。帝都ァーカールのあるアブリアルハク国には八つの門があるが、それぞれが平面宇宙側では八王国のどれか一つに通じている。このために、いわゆる内戦の利を発揮することが可能だが、逆に帝都が陥落すれば、 一気に分断されてしまう。紋章では人類統合体を主力とする連合艦隊が第十二艦に通じる二つの門からイリシュ王国に進行し、帝都に通じるイリシュ門へ向けて進撃した。平面宇宙における勢力境界線はかつて地球上にあった国境ほど明確なものではないが、便宜的にそれに準じて記した勢力図が星界の千気愛の付録に示されている。 第十二巻以外の巻は省略。七つの王国は四カ国の支配領域の隙間を埋めるように存在する。中でもラスイース王国とスユルグゼイド王国は人類統合体にくさびを打ち込んだ状態になっており、戦機、愛ではこの王国を出撃基地として攻撃を加えている。図上ではクリューブ王国だけがハニア連邦内に孤立している。ただ、ハニア連邦は 他の三国すべてと隣接しているものの、大戦初期に中立を宣言していたため、アーブ側もクリューブ王国方面への戦力増強は控えていた。しかし、この領域が実は重大な問題であったことが、戦記法の最後で語られた。星海シリーズにおける嫌いは、我々の世界で海中に付設する実在の兵器のようなものではなく、時空法発生装置を持ち、 敵艦隊に向けて高速で投射、誘導される、いわば平面宇宙用ミサイルとでも言うべき、架空の兵器である。通常の SF 艦艇の主力兵器である、レールガン、加減粒子砲といった兵器、無論、星海シリーズの艦艇でも装備しているが、は、平面宇宙では、時空融合しない限り意味をなさない。敵の機雷攻撃に、 味方の嫌いをぶつけることで防御する防御嫌い戦が必要なのはそのためである。大量の敵嫌いに時空融合されてから撃ち落とすのではすべてを撃ち落とすことは不可能で、また撃ち落とせたとしても時空砲内の質量が増して機動力がそがれ艦隊運動に支障をきたし壊滅的被害を受ける。時として数としては 圧倒的に優勢な帝国正海軍艦隊が危機に陥るのは補給不足や機動力重視の監視構成ゆえの嫌いの不足によるところが大きい。ワウワウで1999年1月2日から3月27日まで放送された全13話。第1話冒頭のゴースロスの戦闘シーンとナレーション。ユアノン発見後の人類の太陽系外移民についての経緯。 第2話以降の冒頭のナレーションは作者創作のアーブ語による。また、第1話ではマーティン語、実際は英語、デルクトゥー語、カントン語を元にしたの会話シーンが登場する。一方、人類統合体の言語リクパルは原作では数語登場するがアニメ化に際してはカットされた。第5話の冒頭ナレーションはリクパル。 また、最終話でラクファカールに到着してから3年後までの間のシーンは階層で触れられるのみで、上皇会議などのシーンはほとんどカットされている。オープニング、エンディング。2000年4月7日には、全13話に新作カットを加えた、総集編、保守会の文章特別編と、ラフィールの出生に関する番外編。 星会の男笑誕生がワウワウにて放送された。星会の戦記に関しては、星会の戦記アニメを参照。FM 大阪でネット配信され、CD として全3巻がリリースされている。キャストは基本的にはアニメ版と同じだが一部変更されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。